こんばんは。恋愛についてです。私はエフラン卒、顔は下の上もしくは中の下ぐらい普通体型女ですが、慶応卒で顔もかっこいいハイスペを好きになってしまいました。釣り合ってないのは重々承知してますが、少しでも相手に釣り合うようになるならどうすればいいと思いますか。顔は関係ないと思いますよ。その僕の知り合いで死んだ魚目をしてるデブで性格の悪いひよいさんという人がいるんですけど、あの人ブサイクなんですよ。で、それでも結婚してるんですけど、で、南海キャンディーズの山ちゃんと結婚しているのが女優の方ですよね。要は顔に恵まれてる人って、顔がいい人と結婚する必要がないんですよ。要は不細工ほど美人と結婚したがるんですよ。要はその、不細工であるというのがコンプレックスになったりするので、その子供は美人にしたいみたいなのがあったりするので、その不細工はその綺麗な人、イケメンとかと結婚したがるんですけど、蒼井優さんね。はい。ただ、美人の人って、その、美人であることが当たり前なので、で、自分の DNA を引き継ぐから、結婚して子供生まれても別に美人なんじゃねっていうふうに思っちゃったりするんですよ。なので、別に相手がイケメンであれば、逆にその、美人を要求しないっていうパターンもあるんですよね。なので、その顔がどうこうとかじゃなくて、性格だったり、その気が利くとか、料理がうまいだったり、その変えられない顔の部分で叩こうとするんじゃなくて、その料理だったりとか、スキルだったりね、あとなんかその頭がいいだったりとか、金稼げるだったりとか、そのなんか性格がいいだったりっていう、その自分で変えられる部分の能力で戦えばいいんじゃないかなと思いますけど。